デツクレーンクリーンエネルギー管理ソフトウェアはカナダ政府が開発したソフトウェアパッケージです。デツクレーンエキスパートは2016年にサンフランシスコにて開催されたクリーンエネルギー担当閣僚級会合にてハイライトされました。デツクレーンエキスパートが現行版で2016年9月19日にリリースされました。このソフトは 計画中の再生可能エネルギーやエネルギー、節約プロジェクトの場で、技術的及び資金的な存続可能性の複合的な判定、アセスメント、最適化を可能にします。さらに、現存の施設のパフォーマンスの測定と認証及び、エネルギー節約、生産チャンスの認定も可能です。デクレンのビューアーモードは無料で、 ソフトのすべての機能性に対するアクセスが可能です。列クレンの過去の版と異なり、新たなユーザーがセーブしたりプリントしたりできるプロフェッショナルモードが年間購読ベースで取得可能となりました。列クレンスイートは、列クレン4と列クレンプラストで構成された旧バージョンの列クレンソフトです。列クレンスイートには、コージェネとオフグリッドの分析能力が入っています。 デツクレンスイートと異なり、デツクレンエキスパートは一つに統合されたプラットフォームでプロジェクトのアセスメントのための詳細な複合的な典型タイプを使用しています。そして、ポートフォリオ分析能力が入っています。デツクレンエキスパートは複数のデータベース、例えば6700カ所の地上ステーションと NASA の衛星のデータから得られた気象情報のグローバルデータベースや、 ホストデータベース、プロジェクトデータベース、水文学データベース、および製品データベースなどを統合し、電子テキストブックを含んだユーザー援助のトレーニング材料を含んでいます。レツクレンの最初のバージョンは1998年4月30日に発表され、レツクレンバージョン4はカナダの環境省により、インドネシア、バリで2007年12月11日に発表された。 レツクレンプラスは2011年に発表され、レツクレンスイートは2012年に発表された。レツクレンエキスパートは2016年9月19日に公開されている。プログラムには、Microsoft Windows 7 SP1、Windows 8.1もしくは、Windows 10と Microsoft Net フレームワーク4.7以降が必要です。また、Mac 用パラレルズ、または、 バーチエルバックスを使用して、アップルマッキン i n コンピューターでプロラグムを実行することもできます。デツクレーンは、カナダ政府の機関である、カナダ天然主現省のコンマテナージーバレン、リサーチセンターオブナチュラルリソーシズカナダの指導及び持続的財政支援を受けて管理されている。コアチームは、他の多くの政府及び多国間の機関との提携を活用し、産業界、政府、 学会の専門家からなる大規模なネットワークから技術支援を受けている。主要パートナーには NASA のラングリー研究センター、再生エネルギーエネルギー効率パートナーシップ、オンタリオ州の独立電力システム機関、ユネップの技術、産業、経営局のエネルギー省、世界環境施設、世界銀行のプロトタイプ炭素基金、ヨーク大学の持続可能エネルギーイニシアチブなどがある。 2018年2月時点で、レツクレンソフトウェアは、世界中に57万5000人以上のユーザーがいる。2004年に実施された独立した影響研究では、2013年までにレツクレンソフトウェアの使用により、世界の取引費用を80億ドル以上削減し、年間2000万トンの温室効果ガスを削減し、 設置済みのクリーンエネルギーの容量を少なくとも2 4ット可能にしてきたと見積もっている。レツクレンはクリーンエネルギープロジェクトを促進、実施するために広く使用されている。例としてレツクレンは以下の目的で使用されている。レツクレンが多様な背景で使用されている方法について詳述した豊富な記事はレツクレンのウェブサイトで閲覧できる。レツクレンは教育、 研究用ツールとして、世界中で少なくとも1,100以上の大学と教育機関でも使用されているほか、学術文献でも頻繁に引用されている。学術界でのレツクレンの利用例は、レツクレンクリーンエネルギーブレティンの出版物と報告書及び大学とカレッジのコースのセクションで閲覧できる。レツクレンの使用は、世界の政府であらゆる段階のクリーンエネルギーインセンティブにて、 義務付けられ推奨されている。例として、アンフシシー及び EU、カナダ、ニュージーランド、イギリス、多くのアメリカの州、カナダの州と都市、公益事業が挙げられる。政府、サウジアラビア、西、中央アフリカの15カ国の公式の要請により、各国や地域で列クレン、トレーニングワークショップが実施されている。2010、 レツクレン・インターナショナルは、カナダ政府が、公営企業に授与する最高の賞である、パブリックサービスアワード・オブ・エクセレンスを受賞した。レツクレン及びレツクレンチームは、エルンストヤング・ユーロマニー・グローバル・リニューアブル・エネルギー・アワード、エネルギー・グローブ・ジーテック・ディスティンクション・アード・メダルを含む、数多くの栄誉ある賞にノミネートされ受賞してきた。 国際エネルギー機関によるソフトウェアの推力、発電部分のベータ版に対するレビューでは非常に素晴らしいと評価されている。また、欧州環境機関はレツクレンを非常に有益なツールと表現している。レツクレンは再生エネルギーの設置を評価する数少ないソフトウェアの一つであり、これまでで最高の製品であり、 世界のクリーンエネルギーで市場の一貫性を強化するツールと評されている。ありがとうございます。